演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファーストセクションエンディーズのタピオカドリンク6種類で食べたいと思います。マンゴーとかイチゴとか、なんかいろいろあるはずなんですけど、ちょっと沈んでるとか、またどれがどれかわかんないですね。ミルクティーとかもありますね。これは楽しみな、どれだけ食べれるかな。それでは、こちら、チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのストロベリーで食べたいと思います。もう、イチゴ、開けた瞬間、ストローを刺した瞬間にイチゴのいい香りがしてきましたね。それでは、いただきます。いずれのタピオカドリンクもベースは牛乳で、そこに各種のトッピングや黒糖が混ざっている感じですね。で、それを踏まえてもですね、最初のストロベリーはイチゴミルクのあの甘酸っぱさ、まあ甘って言ってもちょっと酸味かもしれません。甘酸っぱさが口の中にふわっと広がってきて美味しかった。これ美味しかったです。次に飲んだマンゴーミルクは、うん、甘さがちょっと足りなかった気がしますね。これね、最後に飲んだ抹茶ミルク、これが一番抹茶の風味がかなり濃厚で、ふわっとほろ苦さが広がって大人の味わいで美味しかったです。で、これはこの3つにつきましては、いちごと抹茶がもうほぼ均等に使った感じで、あとはちょっと下に行っちゃったかなっていうような感じなので、いちごと抹茶をどちらもこちらの点数とさせていただきます。そして黒糖ミルク、ロイヤルミルク、ストロベリーは、ストロベリーがちょっとクラッシュフローズンだったので、いちごミルクに比べると飲みづらさが出てしまいましたね。ちょっと吸いにくいんですよね、フローズンストロベリーだと。なのでちょっと残念でしたね。そしてってばかり言ってんな。黒糖ミルクは黒糖の甘さがダイレクトに伝わってきて、でもそんなしつこくなくて、タピオカのもちもちした食感も味わえて美味しかったです。で、ミルクティーの方はちょっと苦めで大人の感じ味わいでしたが、ちょっとこちらもタピオカがうまく入っていて、元祖といった感じでしたね。なのでどちらも美味しくてですが、ミルクティーよりもミルクの方が黒糖がより感じられて良かったです。ロイヤルミルクティーのは黒糖を入れない方が良かったかもしれません。ちょっと変に甘さが入ってどなっちゃう部分がありました。で、黒糖の方はミルクが一番おすすめですね。というわけでミルクをこちらの点数とさせていただきます。あとの2つはちょっと減点対象になるような部分が出てしまいましたからね。というわけでファーストキッチンメンディーズで旅行ってみました。これ期間限定なのかどうかわからないのですが、皆さんもぜひ旅行ってみてはいかがでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。